佐々木です。時を遡ること2年前、私英語を勉強してたんですね。そう、モテたい一心でネットで調べていい教材買って3年くらいで英語ペラペラ計画を立てたんですが、結果見事に半年で計画を中止いたしました。客観的に分析すると頓挫した原因が2つございまして、1つ目がまあやらなきゃいけないになってた。単語を覚えて発音マスターして文法を学んでようやく英会話やってね取り組むんですが、単語や発音はねまあ意欲的に取り組めたんですよ。ただねこの文法ひたすらに苦痛でした。いやいや、き30年ぶりに再発しましたよ。いや、文法もやんなきゃダメなのに。いや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 、このやらなきゃいけないが自分の意思と反してる感じがしてね、苦痛だったんですよね。そして二つ目の原因がアウトプットをしなかった。まあ、やらなきゃいけないを生んでしまったそもそもがアウトプットをしなかったことかなって。原因詰めるときにアウトプットって口にするとそれっぽくなるんでおすすめです。単語とか発音ってね、声に出してたんですよ、僕。Apple、リンゴ、Paper、紙、各ゲーム、チンパン。で、もろにするまでテストしてね、でも文法はしなかったんですよ。っていうか、めんどくさかった。フィードバックが複雑になるやん。自分で組み立てて文を作るのもだるければ、その文がね、ルールを逸脱しないかチェックするのもだるのまただるなんね。一人でそんなことまでできるやつはとっくに成功して Twitter でプレゼント企画やってます。そんなこんなで実感できる成果を取りに行かなかったら、まあ、文法のね、勉強を始めて3日ですかね。英語の学習そのものが停止しました。綺麗な表紙だろ。勉強してないんだぜこれ。でもね、もし仮にですよ、僕がパツキンの海外歴に声かけてナンパする使命を持ってれば、もっとね英語に意欲的に取り組めたと思うんですよ。今日は暇ですか。これ覚えておけば予定聞けたやんけ。こういう覚えたいという意欲もなければアウトプットも一切しなかったんでね、一個つまずいたらもういっかーってね、なーなーになって全部止まるっていう。たまにさ、三日坊主でも挑戦しただけ偉いよーっていうハートフルな主張する人いるんですけど、甘えるな。負けだから普通に、お金と時間とやる気返ってこないからおめえの席ねえからと。そんな僕なんですけど、最近ねツイッターを見てたらですよ、格ゲーのね批判をしてる方がいらっしゃいまして、格ゲーなんてフレームを覚えなきゃ話にならそんなのクソゲーじゃねえか、フレームゲーじゃねえかよとね、キャンキャンわめきツイートしてたんですね。まず思ったのが、こいつ格ゲーやってないやろ。アマちゃんミルクボーヤほど適当言うんですよ。なんやフレームゲーって、あまり強い言葉を使うなよ。でもね、同時にこの人は英語学習をやめた俺と同じだって思ったんですよね。そうです、格ゲー批判勢イコール佐々木マイナス英語学習っていうこの式が成り立ったんですね。痛いほど気持ちが分かったんですよ俺は。実際僕もね、英語は文法ゲーだと決めつけてました。これはまあ予選に行きましたよね。要はそれ相応の準備をしないとスタートラインにも立てないのにですよ、それ相応の準備がまずむずいんちゃいますかってね、勝手に感じ取ってたんですよね。はい、私がかの有名な繊細さんです。だからきっと僕が見た格ゲー批判勢の方も、あ、これフレーム覚えるゲームやろうって適当に思ったんでしょうね。あ、今さですけど、フレームわからない人はね、あのゲームの中の時間の単位だと思ってください。で、僭越ながら皆さんご存知の通りね、僕は格ゲーに関してはただの天才なので、英語のことは全て置き去りにして上から目線で解説申し上げたいんですけど、当然ねフレームなんて覚えなくていいんですよ。プロでも自分のキャラの技の発生知らん人とかおるし、知らんけど絶対います。トドロよりは全然います。それでもプロなんですよ、鬼強なんですよ、俺たちの憧れなんですよ。ちなみに世の中には僕のことをプロゲーマーだと思ってる方がいます。こんなやつを抱えるチーム、リスク管理ガバガバすぎて心配になる。オーナーゲーム弱そう。まあほら、我々も食べ物のカロリー知らんけど、なんか生きていけてるじゃないですか。カロリー知らんのに健康な人もいますよ。知らんけどね、余裕で生きていけるから。見てくださいこいつ、何も知りませんよ。何も知らんのに幸せなんですよ。なあ、幸せだよな。幸せって言ってくれよ。一応誤解を生まないように言っておくと、フレームの概念は知っておいた方がいいですよね。情報の伝達がしやすいし、攻略が簡単になるんで。しかもむっちゃ単純ですからね。足し算引き算できたら余裕。まあ、これも食べ物と一緒なんですよ。痩せたいならカロリーの概念は知っておいた方が有利。あ、これカロリー高いやんけ、やめとこうみたいな戦略が立てやすいからね。しかしそう、知らない方が幸せなこともある。カロリーを知る者、チュールのうまさを知らず。じゃあですよ、僕ら格ゲーマーがどうやってね、フレームの数値を覚えていくかっていうと、必要な時に知って勝手に覚えてったんですよ。はい、何一つ覚えられない我々がなぜフレームだけはなんとなくわかるのかっていうと、知る必要があったから調べたんですね。なんかよくパンチガードされるんやけど、俺のパンチの速さどんくらいやねん。回し蹴りした後反撃食らうんやけど、俺の蹴りの後どんだけ好きやんねん。実際の対戦で困ったから、知る必要があったから知ったんですよ。これね、苦痛じゃないんですよね、自分が知りたいから。逆にね、知る必要のないものはね、知らんままなんですよ。波動拳の発生なんてね、大体の人が知りませんよね。プロでも知らない人ばっかりよ多分。でね、波動拳のフレーム覚えてねって言われたら結構苦痛だし、すぐ忘れちゃうんですよ。波動拳ってめっちゃ使うのにですよ、不思議に思いませんかこれ。はい、ほとんどの人は近い距離の攻防で波動拳使わないから、発生なんて知らなくてもいいんですよね。関係ないから知ってても。もし波動拳の発生を知ってる人がいたなら、それはね、波動拳の発生を知る必要があった人ですよ。
なんか構文みたいになるのなんだよ。だから違う切り口で言うと、友達とエンジョイプレイでワイワイしたいだけの人っていうのはね、フレームを知る必要なんてないんですよ。もうね、3つの単語さえ覚えておけばいい。うぃ、見えんか。ハイバーか。はあ、やってね。これだけで目的は達成されます。というわけで、フレームなんてものはね、もう上手くなりたいという目的があるならまあ知っておくと便利だよってだけよね。ほんでね、こうやって考える俺ってかっけえなって自己陶酔してると感じるわけですよ。勉強のための勉強ってやっぱちゃんとクソ。身をもって分かったことは、効率が悪すぎる上にね、致命的なのがつまらんすぎる。マジで理由がないとガチ苦痛じゃない。文法覚えなきゃとか、フレーム覚えなきゃとか、やらなきゃってなったその先にね、なんか明確に理由を持ってないとつむ。これ小学校で教えてよくない？誰かを助けるのに理由がいるかいってね。まあ時短気持ちよくなってましたけど、あいつ多分もう人助けやってないです。だからまず目的に向かってスタート切るしかないよね。僕みたいなチンパンはやりながら覚えるしかないもん。海賊王になりたいならとりあえず船出そう。海外ネキナンパしたいならとりあえず声かけて通報されよう。国際問題まで発展させよう。そこで自分のレベルが分かって、ああこんぐらいか、俺まだこの辺かみたいな。で目的にね、たどり着くために足りないものを学べるわけですよ。例えばルフィがさ、海賊王になるのにね、あメリーゴライトな、材料集めて船作って、ほんであれか、ワンピースって結局なんやねんマジで。で考察とかめっちゃ準備してたら嫌やん。僕あのメリーゴを燃やす子ら大好きなんですよね。メリー。だから我々格ゲーマーもフレーム覚えてから対戦やなってのはもう苦痛だし、覚えれないってかアホですよね。実は先日 GGST にエルフェルトっていう追加キャラクターが登場しました。彼女の近距離 S は7フレです。遠距離 S は11フレです。そしてバストサイズは92です。はい、もうこんなのはですね、ランクマの1ラウンド戦っただけで忘れますよ。俺たちの頭には92という数字しか残らない。そしてある有名な言葉があります。趣味に準備はいらない。いい言葉ですよね。これは昨晩僕が風呂に入ってたら思いついた言葉です。僕はね、学習のための準備をしちゃったんですよね。ノーリスクだったらね、準備なんていらないんですよ。なんか何かを悟った気になってるけど、まあ、僕みたいなね、にわか効率中ほど陥りがちですよ。効率を求めてね、最適な準備をしたくなるのよ。しかもね、必要になるかわからんのに先に学ぼうともしたがる。英語話せるようになるだけだったら日常会話で使うもんだけ勉強してればいいのに。なんかさ、例えばさ、マネック、君主乗ってるからついでにみたいな。いらんいらん。限定的すぎるし、リーダーとかって言えるし。本当の真の効率中はまずやってみるんですよね。で必要なものだけをやりながら覚えていく。あ、俺そんな感じで生きてるかもって思ったそこのあなた。思考停止によよだれだらだらでランクマを回し、やりっぱなしで学習しない格ゲーマーは違います。あ、今プロになれない理由が浮き彫りになった気がする。続く趣味の最初なんてさ、9割8分おもろそうだからとりあえずやってみたじゃない。その行為自体が目的だったと思うのよね。モテたいとか頭良くなりたいとか勝てるようになりたいとかじゃなくて、うまくいった方がいいけど、まあうまくいかなくてもよかったみたいな。結果なんて気にしなかったんじゃね。僕は10年ちょい前くらいにね、スノボを始めた時はターンできずにね、死ぬほど転んだんだけど、それでよかったのよ。むしろうまくいかなくて楽しかったまである。とりあえずアホずらして何も考えずうげへーって滑って転んで、でその横をスイスイね滑っていくボーダーを見てね、はぁ俺の方が絶対うまくなるんですけどって、今の自分は何が足りへんねんってね、観察して真似するだけでもう夢中やったよね。これをね、滑る前からね、ボードの本とか買ってね、先に知っといた方がいいやろこれってつってね、テクニックの勉強とかしてたら多分もっと滑るまで時間かかったと思う。まあ、ちょっと余談なんですけど、いつしかね、欲求がなくなってしまうと飽きるんよね。アウトプットが当たり前になって、そこに変化が起きなくなるとやっぱ飽きる。オンライン対戦ばっかりやってると、もうすんごい刺激的だったのに、さらに上位のアウトプットが必要になるよね。これは大会っていうやばい刺激が必要になってくると。で、その大会がないとどうなるかっていうと、もう一択で飽きてやめるんですよね。これ昔は違って、昔はね、夜にゲーセン行って100円入れてようやく対戦にありつけたわけですよ。ビクンビクンなるほどおもろかったし、上手くなること自体に価値があったわけよ。勝ってたら目立つし、ずっと遊んでられるし、制限の中にこう楽しさがあったので、今の格ゲーはね、もう自由な反面めちゃくちゃいい子なんだけど、その分成長意欲を持たないと飽きやすいよね。これはね、成長速度が速い人ほどそうだと思います。まあ、この辺のモチベの話はね、また違う動画で掘り下げるんで、この辺でね。というわけで当たり前の話なんですけど、格ゲー上手い人がフレームを知ってるのは前もって準備してきたから知ってるわけじゃないんですよね。上手くなりたくなったからフレームを知ったんですよ。趣味に準備はいらないですからね。だから結論ね、気になったら飛び込むしかないのよね。うまくいくか心配しても無駄。お勉強して準備しても意味ないから、やりながら覚えるが最強っす。だからもしね、この動画見てる人で格ゲーやったことないけど気になってるって人、もう始めるっきゃないんですよ。上手くなるまで大会出ずに準備している人、
出ろ、姿は美しい。格ゲーを遊ぶその行為自体がすでに面白いのに、ああ上手くなりてーってなるのよ。さらにそこに一緒にやる仲間を見つければおもろさは無限大です。証拠に関ジャニ∞の字面見てくださいよ。ほらメンバーが集まって一緒に活動することでその力インフィニティとなってるわけですね。はい、これは今僕が考えました。多分合ってます。なんか8って読むのは納得いってないです。というわけでね、今回の動画で言いたかったことはね、まあフレームを覚えなきゃ話にならないとか言ってますけど、フレームなんて忘れる、お前はフレームを覚えるために生きてきたんじゃない。そう、格ゲーをやるために生まれてきたんだ。格ゲーをやるんだ。以上です。大戦ありがとうございました。ほいじゃまたね。